半前の先生です。ですね、去年の12月1日からの投資なんですけれども、このね、成績を2018年12月1日から、現在までですねの成績をお見せします。で、最初の試験の時はね、シグナルは別の方式で投資したんで全然儲けないですね。92回投資して3880円しか取れてないんです。これはペイですね。92万2000円投資してね、92回投資したんですね。12月1日から1月7日現在までですね。で、こうなんですけれどもね、こういう場合に投資してるわけですよ。今度結構負けてですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、これ遊んじゃったっていうかね、ここでね、こんな損してるんでね、1日からは非常に少ないんで、こっから追い上げたんですけども、これ前ですね、これ追い上げたんですけど、こうですね、こうですね、これが12月14日ですね。12月4日から12月14日ですね。これないのか。こうですね。初めがこうですね。1日からで、4日から始まったんですね。負けて勝ってね。これちょっと思い出しますけども。それでね、で4日からまた4日結構多く、12月去年のね、2018年の4日から。半間先生のスペシャリストですけどね、こんなに成績勝率悪いんですよ。1個ずつ大体通してるんです。ここのとこめちゃやっちゃったね。これいっぺんに通しちゃったの、通しちゃったんですよ。で、また事情に1個ずつ通すようにしましてね、12月4日から14日、ね、まあ、全部で92回通して、ちょっとプラスになっただけね。出たのが95,880円ですから、現在までね。で、14日から27日で。で、その日の年はもうすぐ終わりだということですね。ね、終わって、1日からなったわけね、2日からなったですね。それで、こっから投資して、ね、現在、今年は4勝4敗。ここから4勝4敗なんですね。出てないんだ。ね、4勝4敗で。1、2、3、4、4勝4敗で、ね、なってるわけです。現在2019年1月7日ということですね。で、この投資方法を始まったのは、ここからなんですよ、大体。こんぐらいの時からなんですね。12日ぐらいから真面目に投資し始めたんですね。だから、ここのところの大負けをきっかけに12連敗をね、1回に打ってしまったんで、そういうことをなくしてね、投資してやってます。それからの成績は地道ですね。
まあそんなことで、1ヶ月と今年ですね、の成績は非常に悪いね。99万2000、92回通してですね。ね。そのうち92回通して、例が95880ですね。ということですね。何回も何十回も無数に投資してね。ハンマヨ先生っていうのは、バイネロブスのスペシャリスト、2016年ゼロトレーダーのバイネロブスに行って、日本一から世界一になって1億円近く投資してるんで、投資1億円近く投資してるんです、経験者っていうのはね。何回も投資して引き分けばっかし多いわけですね。それで少しずつしか勝てないということをよく知ってください。で、何回もやっても少しずつしか儲けられませんということですね。数多く投資してるということですね。タイばっかしですよと、成績がね。このようにね。タイばっかしですよ。前の方に戻していきますけど。このようにね。タイばっかしですよと、成績ね。ということなんですね。このようにタイばっかしであるということをよく知っていただきたいね。そう簡単に勝てるもんじゃないということですね。このベテランでもね、スペシャリスト、世界スペシャリストになってる浜岩先生ね、バイナル部署のスペシャリスト、神様が通しててもこうタイばっかしてるんですね。あのね、ずーっとバサバサバサって投資してね、勝って勝って一品ボーンと上がるような人はギャンブラーなんですね。ダメなんです。勝ったり負けたり、これ一個ずつ打ってて投資していってね、あ、負けた勝った負けた勝ったね、もう決めたしルールで一発だね。決めたルールで一発、伸びちゃった、何品入れるかってね、伸びすぎちゃったからもう一回入れるかなんてしないんです。スペシャリストはもう一発で決めたところにしかも投資しないんですね、今のところはね。投資しないんですね。それでね、タイばっかしですよと、タイばっかしですよ。これが本当の投資の仕方です。先生の本当の投資家って一個ずつしか投資してないでしょ。ね。こういうふうに何回も投資して、何回も無数に投資して、少しずつ少しずつなんですね。だからね、バサバサって打たないからズドーンと落ちることはないですね。その代わりね、決まった自分が決めたシグナルに一発で決めるわけですから、次外れたら自分のせいなんです。シグナルの見つけ方悪いんですね、ということをね、よく理解していただきたいね。ね、決めたシグナル1本で、1回のシグナルで勝たないといけない。ね。何本も打つもんではありません。ただ、1箇所に何本も打つことはあります。資金をね、たくさん打ちたいときね。外したから何品、さらに打つ、下に落ちたらまた上って打つということは、スペシャリストの浜岩先生は今とかしてません。ほとんどしてませんからね。一個ずつ打って、だからこれで100兆円ぐらい投資するんですよ。FX でね。FX も同じにできるんで、一回で世界の億万長者になっちゃうね。一回の投資だけで。まあ、何回も
やめていないですかね。徐々に最初は1000円で投資してって、次2000円とか3000円、4000円って増やしていくわけですよ。それで少しずつ増やしていきましょうということね。博打投資はしませんって、こんな風にタイで。これだけ半前の先生投資してんだよ。怖がらないで、全然怖がらないでやってるわけじゃないけども、ね。一個ずつですからね、これ。一個ずつですよ、これ全部。一個ずつ。ね。ほら、全部時間違うでしょ。ね。それが基本ですね。普通だから1回に即3回打つとかね、6回打つとか10回打つとか、投資金のね、の関係の上でね、マックスの関係上ね。ということでございました。2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり、1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト投資者の半間陽先生です。現在ズルトレーダーは FX 統一となってますね。どうもありがとうございました。